外国人の日本好きは多く話題になり、テレビの番組でも注目されて人気になることがあり、海外での日本の立つ位置がうかがい知れることがある。外国人が見た日本の好きなところでは、どうしてもアニメや漫画が思い出されるが、日本人にとっては当たり前で気づかなかったことに気づかされる。まあ、改めて言われてみれば、日本人が思っている以上に魅力がたくさんある国なのかと、誇らしく思えることが少なくはない。そんな外国人から見た日本が、この話を聞くと新鮮に見えるかもしれません。では、どうぞ。今回は、なぜ日本は世界からここまで愛されてるのか?というスレッドから。以下はスレ主さんの見解。日本の生活は、ものすごくストレスがかかるものであり、経済は、ひどい状態にある。そして日本人はレイシストだ。歴史的に、日本人は、おそらく、世界で最も非人道的で、暴虐な人々。第二次世界大戦で、日本が、朝鮮半島の人々や中国人にしたことを見れば、それがわかる。それでも、多くの人は、日本人のことを、素敵で礼儀正しい人たちだと思っているし、若者たちは、主に、低質なアニメや漫画の影響で日本を愛するようになっているようだ。以上、スレ主さんの見解に、外国人からは、様々な反応が寄せられていました。海外の反応。世界中どこでも、良い人も嫌な人もいっぱいいる、スレ主が、もう少し大人になった時に、いろんな場所を旅してみれば、それがわかるさ。だから、一つの国や国民に、良くも悪くも盲目的に固執するのは、ちょっと違うと思う。俺らは、日本車に乗って、日本製の家電を使って、日本のゲームをして、日本のアニメを見て育つわけだ。東京だって、武道だって、日本の文字だって、クールだしそりゃ好きだろ。俺は、トヨタの影響って無視できない要素だと思うね。日本の文化やメディアって、ものすごくポジティブで楽観的なんだよ。一方、欧米の文化は、大抵利己的で、扇動的なものなんだ。あと、日本人には、謙遜の精神があるし、日本文化には、敬意の精神がある。日本同行以前に、なんで、お前はそんなひねくれてるんだ。アニメと漫画の影響で、日本はユートピアだって洗脳されてるんだよ。それに、日本では、正しい歴史を教えてないからな。今でも、自分たちは、被害者だってことにして、過去の悪事を隠してる。あと、誰もが日本で売られてるものは、何でもハイテクって考えてるのは馬鹿げてるな。日本は、すべての面で、アメリカより後ろにいるよ。まあそれでもまた、日本に戻ってもいいとは思ってるけど。このスレ主は、自分の主張を正当化するために、中国人と韓国人のことを気遣ってるふりをしてるだけだろ。日本には、優れたテレビゲーム、テクノロジー、歴史、あとは、アニメや漫画があるから称賛されてるんだよ。ある人たちにとっては、綺麗な女性も対象になるだろうけど。でも、日本と日本人は、かなり過大評価されてるとも思う。あまりにも日本を好きすぎる人は、みんなウェアボーってことでいいと思う。女性たちが魅力的なのは大きいと思います。多分だけど、やっぱ、アニメとかの影響は大きいんだろう、なとは思う。戦時中に爆撃を行ったから、同情心とかがあるのかもしれない。だって、ドラゴンボール Z、ポケモン、ゼルダを作った国だぜ。日本には、その権利があるだろう。むしろ、何でスレ主は、日本に対して、そんな辛辣なんだよ。でも、ストレスが多い社会だっていう点は本当だよ。日本に、自殺の森があるのはどうしてだと思う?日本の、主な宗教や日本文化は、自殺に対して、そこまで否定的じゃないんだよ。エリート階級の兵士たちの儀式化された自決は、名誉ある死と見さされてる。神風のパイロットたち、彼らを覚えてるだろう?そして、失敗の恥辱と向き合うよりも死を選ぶ。それが日本文化なんだ。俺も、スレ主に同意だ。北米の若者は、日本に幻想を抱きすぎてる。
特に文化面で。電車やバスに乗ってる男が高校生に痴漢するような国なんだぞ。美味しい料理に、こっちよりもうまい酒。日本のウイスキーを飲んだことないってやつは、人生損してる。戦前の日本は、現代の日本とは別物だろ。天皇は力を奪われたわけで、基本的には別の国になったんだ。これと同じテーマのスレが前にも立てられてたよな。俺は日本を愛してる。アニメや漫画が好きだったことはないけど、日本は興味深い文化を持ってるし、しばらくの間滞在するにはすごくいい場所に思えるんだ。ストレスの多い社会だってことは完全に同意だけどね。メディアなどを通して見た日本だと、学生はものすごく大変そうだ。結果としてアメリカの学生よりもいい教育を受けてるってことになるんだろうけど、あんな若い年齢でストレスにさらされる生活を送るのは嫌だろうな。異常なくらいのオタク文化がなければもっと日本が好きだな俺は。日本なんて世界で一番退屈な国の一つだろ。自殺率が高いのはどうしてだと思う？確かに安全な国だ。だけど危険のない人生ってなんだ？俺が日本にいたら退屈で気がおかしくなるだろうな。電車の中では話せないし、家の中では靴を脱がないとダメだし、変なシーフードあるし、何より一日中 J-POP が聞こえてくるのかと思うと耐えられぬよ。日本には素晴らしいエンターテインメントがあるけど、それ以外だと日本文化の社会的側面が好きだ。無駄に波風を立てるようなことはしないし、人の問題に頭を突っ込まない。そういうのって俺みたいな人間にとっては理想的なんだよね。もうちょっと排他的じゃなくなってほしいし、イルカ漁もやめてほしいけど。日本に住んだことがある。連れ主の言い分は、当たらずといえ、とも遠からずって感じかな。俺は、今でも、日本語の勉強を続けてるし、日本人の親友もいる。良い面ばかりでも、悪い面ばかりでもないんだよ。日本は、世界中で、ゲームを、一般的なものにしてくれた国だから大好きだ。日本人にだって、欠点はいっぱいあるだろうけど、俺が今まで出会ってきた人たちの中で一番前向きで、そして一番礼儀をわきまえた人たちだってことは間違いないね。日本人の礼儀正しさって自分の評価を落とさないためだぞ。彼らは面と向かって人に嫌いとか言わないし。だからそれって結局日本人は礼儀をわきまえてるってことだろ？アメリカ以外で唯一面白いテレビ番組を作る国だから。カナダ、イングランド、メキシコあたりは張り合えると思うぞ。とりあえず、女性は、みんながみんな魅力的だね。俺は、日本のことが好きだよ。とても頭が良い人たちだし、断固としてるんだ。日本人のスタイルや生き方は、本当に素敵だと思う。日本は、世界3位の経済力を持ってるのに、経済がひどい状態ってどういうことよ。他人とのつながりを大事にして、協力して問題解決に取り組む人たちだから。日本人は熱狂的だし、愛国主義者でもあるよね。信心深い人たちではないけど、それでも人との関わり方を理解してる。宗教をとても個人的なものって考えてるんだよね。まあ、本当にいろいろとあるもので、日本って、四季折々の変化があり、自然とともに生活感が感じられる国であり、その影響もあるのではないか。しかも、アニメにとどまらず、日本のファッションや治安の高さは、外国人の評価を聞くまでもなく、世界に誇れるものだと思っている。しかし、最近気になるのは、日本の民度の高さを称賛されるが、日本人のマナーの低下は、目に余ることもあり、とても残念な場面に出会うことである。